日は昨日、2016世界最強大学決定リーグ戦優勝決定戦後楽園ホール大会行われまして、見事全勝優勝できました、ゲットワイルド大森隆夫選手、曽山信選手の一夜明け会見をさせていただきます。まずは、打ち明けまして心境の方、大森隆夫選手の方よろしくお願いします。はい、非常に厳しい、リーグ戦でしたけど、まあ、昨日結果を出して、まあ、パートナー決める段階ですごく悩みましたけど、まあ、ゲットワイルドのパートナーである曽山学選手を選んでこうやって結果を出したということは俺の選択が間違いではなかったということを証明できた、まあ、最高のパートナーに巡り会えて最高の勝ち方をした最高の気分です。それでは続きまして、曽山学選手、お願いします。そうですね、まあ、欠場しまして、まあ、こうやって大森さんと、シングルマッチをやらせてもらってからもその一緒に組まないかと、まあ、でも最強タッグに出るにあたり、まあ両国でタッグを組んだんですけども、僕もパートナー誰でと一緒に出ようかなと最強タッグ考えたんですけど、やっぱ大森さんと一緒にこうして組んでゲットワイルドとして、まあ、結果が出たのはやっぱ俺の気持ちというかその考えてた通り間違いではなかったなと強く思いますね。はい、まあ、今回ちょっと再結成にあたって、まあ、リーグ戦開幕する前とかちょっとこうギクシャクしたところもあったと思うんですけども、やっぱ最終的にこう優勝という結果を出したことで当時と同じような強い絆が完全に芽生えた感じですかね、二人の間に。まあ最終的には優勝できたんで、でも直前までなんかちょっとまだ俺があんまり信用されてないんじゃないかなみたいなところがありましたけどね。信用はしてなかったですね。ね、信用し、まあ、両国で皆さんも、まあ、僕は ね、スーパータイガーのように後ろに目があるわけではないので、後ろからこう椅子で叩かれたと、で気づいたら大森さんが椅子を持っていたと。僕は素直な実直な人間ですから、もう現実を見て判断したわけですよ。大森さんに殴られたと、なんてことをしたんだと、一緒に組んでるのにという気持ちで、当初はいっぱいいっぱいでしたね。はい、でもその誤解が解けたのは結構もう最後の最後だったんですけど、そういう選手はそれまで確認する時間はなかったですか。まあ豊橋の大会終わった後に言いましたけど、ね、遅いなと、はい、まあ、ちょっと遅かったですね。まあ、うん、まあ、あと今日はマスコミの皆さんの中にはいらっしゃらないですかね。修復面の、うん、そう、潜伏新聞記者がいないと思うんでちょっと安心してるんですけど、後から来るかもしれないですけど。ああ、そうだな、そういうパターン、潜伏の回復面記者がモグラいますか。モグラモグラの道場でちょっとさっきバタバタしたから目が、まあ、まあ寝てる時間ですからね。回復面記者がいるとちょっとなんか悪い方向に、我々のもう本当に普段はね、真っ当なもう真っすぐしか進めないような人間なんですけど、やっぱりああいう風な人がいるとちょっと変な方向に行ってしまうところがあるんで、ね、真っすぐにしか進めないと。え、まっすぐにしか進めない。まっすぐ進めない。右と左も曲がれないってことですか。曲がれるけど直角にしか曲がれねえな。じゃあどうやって、こういうスラロープとか無理なんだ俺。もうこうなって道歩く時とかもこうなってこういかないとかな。スローってじゃないですか。おかしいですよ。そんなカクカクの歩く方する人いないですよ。いやだからカクッとしかいけない。だからもう昨日俺はあとさ、宮原選手に勝ってんだよ。チャンピオンですね。うん、
三冠のチャンピオン。もう全日本プロレスとして1月の15日博多大会で三冠戦をやるということはもう発表済み。出てましたね、ぜひ俺が挑戦したい。まああの宮原選手は昨年、ああ今年ですか、三冠のタイトルを取ってから一番最初に挑戦したのは自分でした。まあその時には叶わなかった。しかし今回最強タッグ優勝という勲章を引っ提げて来年一発目の三冠戦は俺が博多で挑戦したいです。やっぱ何事も一発目という、はい、欲張りですね。でもその気持ちは分かりましょう。はい、さっきの三冠ということも出ましたけども、昨日片っ端から取ってくっておっしゃったように、はい、当然これに優勝したってことは世界タッグのベルトも見えてくるかと思います。昨日試合後に乱入してきたあの柄の悪い男は誰だ。あれはザ・ゼウスです。ザ・疲れって言ってんじゃんな。あれザ・ゼウスじゃなかった。ザ・ゼウスか。ザ・ボディがザ・ゼウスでしょ。ジ・ゼウスじゃねえか。ジ、うん、ジ。なんでジなんですか。でもそもそもなんであれザなんですか。よくあるじゃないですか。監視だ。監視だ。ザ・テリーマンとか、うんうん、あるある。あのザっては何ですか。あのズでもゾでもいいとおっしゃる。違うんですか。あのザをこだわる理由がちょっといまいちわからないんですけど。ああ、はい。今でも取ったんじゃない。あるの。ボディガーですよね。今二人ともはいザをつかめですね。ザをつかめです。はい、あザゼウスじゃないんですか。うん、ゼウス。ゼウス。間違いです。なるほど。でもあのね、あれはあのマイクはパフォーマンスってことは。いやモグラ男に回復面記者にさ、モグラ男回復面記者。もしいましたっけ。なんか赤覆面記者って言いましたね。なんか怪しい登場人物ばっかりだな。でジゼウスどうなってんだ。ザじゃねじゃないですか。ジじゃんですか。怪しい人物ばっかり俺らの周りにうろちょろしてやがるぜ。あ片っ端からやっつけよう。モグラ男、まあモグラ男もモグラ男やっつけましょうよ。モグラ男もいたな片っ端から。本当に土に見てやりましょうよ。まあでもあれですよね、あれは世界タッグ挑戦してこいってことですかね。あのマイクアピールというのはそう捉えてもよろしいでしょうか。そうなんじゃねえか。青森で俺たちあのチームに勝ってるしさ、片っ端から来年は取りに行くぜタイトルを。そうですね、まあ、来年といったら実はですね青森さん、何ですか。来年でプロレス生活10周年をああおめでとうございますことになりました。もう10年か、早いね君。10年もやってんの。10年って言ってますけど、うん、大森さん10年って大変なことだよ。いやいやいや、ほんと大変だと思います。人が生まれてから10年って。でも、だって20年30年やってる人は、うん、本当に頭おかしいぐらいですよね。なんで。いやいや、なんだ10年で俺これだけすごいあの苦労してきたのに、うん、まだその倍やってるっていうとすごいなっていう、うん、あまあ尊敬の面もあるけど。いないだろそんな人。そんなアホみたいな人もいるのかなと。でよくあのウィキペディアとかあるじゃないですか、うん、あれ調べたり見たりするんですけど、はい、あれ見たら大森さん来年25周年でしょ。知ってるんですそれは。そんな25年もそうです。この25周年25年この世界どっぷりと俺はちょっと使ったのが寄り道して旅館の温泉も使ったりしてた。なんでそこで笑いが起きるんですか。失礼じゃないですか。いろいろあったでしょ修行の時期も。まあまあ、ね、人生いろいろありますよあなた、まあかれこれ25周年のところでだいたいこれシリーズに名前がついたりするじゃないですか、うん、ニューイヤーウォーズとかあるね。あれも変えましょう。あ、いやいやのなんかもう大盛りやゴーみたいな。まあそこ任せますよ。任せ。それは
そこまで、まあもう言う以上はそこまで決めてくんないと決められないじゃん。大森祭り的なやつ。ああ、大森、ね、大森祭りか。25周年ですよ。なんかうさんくさそうな祭りだな、大森祭りって。いいじゃないですか。なんか9とか引いたらなんかもうスカばっかりって感じじゃないか。自分の自分のことをスカうさんくさい祭りだ、スカみたいな扱いしてるのも面白いですよ。いやいや、いいんですか。何が出てくるんだろうな。もうこの際、私はあの権限ないですけど、全日本プロレス来シリーズの、ああ、曽谷選手からの名前を提案としてね。そうですよ、はい、お祝いしないと。だってあれでしょ、何取締役でしょ。ちゃんと取り締まってるんですか。取れ取り締まってるんですか。ねえ、皆さん、はい、取締役25周年この滅多にないでしょ。これやっぱ名前変えるべきだと思うんですよ。なるほど、ええ、もうカッコ仮にしておきましょう、ええ、大森イヤー5、大森三春ション祭りとかしますか。じゃあだったら、ええ、10周年のやんなきゃダメなんじゃないの。ああ、俺はあの勝手にやりますから、レスラーなんで。そこちょっと俺にいじらしてくんねえかな、じゃあ。そっちはこっちはいじったと、そんだけいじったんだから、ちょっとそっちの10周年はもしかしたら、もしかしたらだけど俺がいじるかもしれないけど。で、どういうふうに、その時は覚悟しといてくれよ。どういうふうにいじるんですか。いや、それはちょっとこれから考えるけどね。いやいや、それ即興で出てこないじゃ考えないでしょ。たっぷりあの濃密なやつをあの考えておきますよ。自分が25周年だのも考えとくわ。自分が25周年だってのも考え覚えてなかったもらおうか。男は何を考えるんですか。何を考えるんですか。いや、多分なんか間違いだと思うんだよね。25年っておかしい、そんなことない。だから言ってたよ、それは予感でおいそんなやっと使ってたからマイナス何年か、もしかしたらマイナス何年か。昨日今日もなんかなるかもしれないですけど、昨日今日なんか練習生だった記憶しかないんだ俺には。昨日それが25年経ったなんて。じゃあ大森君ちょっとトイレの掃除ちゃんとしてくれないかちゃんとちゃんとしてくれないかトイレの掃除ちゃんとしてくれないかな。本当に便器になんかついてたよ。本当に参っちゃうな。つけてんだあれは。ああ、そうだったのか。ということで何か、はい、後半ほとんど我々が喋ってしまいましたから、何かご質問しすぎよ。本当に映った方がいいんじゃない。もう映ってた、途中だったんでしょ。映ったっけ、はい、質問が少ないんじゃないか。そう、真ん中の真ん中のちょっとその小学生みたいな、そうお坊ちゃま部屋の僕。お坊ちゃま、先ほどあの三冠、はい、博多で挑戦したいとおっしゃってましたけど、はい、まあ1年前に敗れたチャンピオンの宮原選手、その1年経過して、はい、今のチャンピオンの印象っていかがですか。そうですね、もう堂々たる風格を身につけた1年前とはもう全く別のような、立派な三冠チャンピオンだと、はい、思います。まあ、昨日直接優勝戦で試合をしてみても、一発一発も重くなってるし、全く隙がなくなってますよね、はい、ぜひ挑戦したいです。まあ、それだけ認めるからこそ、はい、チャンピオンからもう一回勝ってベルトを取りたいと、はい、取りたい。曽谷選手は世界タッグのタイトルというものに関して何か思いはありますか。まあ、僕らも、まあ、元の全日本プロレスに行った時に、まあ、大森さんとですね、俺ら3回取ってんじゃないの。そうですね、3回一応名前は残ってるはずです。データで確認してください。いや、で、改めてこの時は、いや、もちろんその、はい、こうしてね、リーグ戦優勝したってことはそれなりの権限もあるし、まあ僕は全日本プロレス所属ではないので大きくは言えないですけど、ただその昨日のね、マイクでの挑戦というか、あのね、ザ・ゼウスでしたっけ、チンピラみたいなのが入っちゃう、マフィアみたいなマフィア、ね、感じの人に、まあ、あれだけ言われたんで、まあ、こっちはもう受けて立つつもりに万全でございます、はい。
確かその前回世界タッグを持ってた時最後に落とした試合っていうのはゲットワイルドとして最後の試合になった両国大会だと思うんですけども、その秋山塩崎組にベストを取る、ああそうだったって考えるとまた、はい、なんですかね、新生ゲットワイルドの再スタートにをこうまたベルトを取り返して始めたいっていうような意識ありますかね。まああれですよね、そこにチャンスが、まあ、我々がここまでチャンスを掴んだのかは分かりませんが、まあその目の前にチャンスがあるのであれば、そう我々取りたい、そう我々にとって世界タッグのベルトというのは切っても切り離せないぐらい縁があるタイトルだと思いますよ。一度全日本からベルトが全ベルト他団体流出した時に一番最初に我々が取り戻しましたからね、両国で、はい、それが世界タッグのベルトですよ。ということは世界タッグのベルトは大森さんのものじゃないかと。ああもうもう、うん、ね、言ってもってことですよね、うんうん、言ってもいいんじゃねえ的な感じの、はい、なんでちょっと小生が言ったんですか今むしろ俺らのなんじゃねえって感じのなんでちょっとところはちょっとあるでしょ。ちょっとゼウスさんにちょっと対抗してあれですか。不良。いやゼウスさんそんな言ってんじゃねえってちょっと昔の昔の不良風に言ってもいいじゃねえ言っちゃってもみたいな。ちょっと古いな。ああそうか。言い方がなんかな。